10月28日水曜日、現在時刻、何時ぐらいでしょうか。9時に到着だから今10時ぐらいでしょうかね。ビジターさんです。群馬からお越しの高橋さんだそうです。エンジンは、まあ、基本的にフライカストルーチェの水冷のタイプのなんか改造というかアレンジバージョンだそうです。15リッター近いタンクをつけております。どこまで飛んでくるんでしょうか。まあ燃料はほとんど入ってませんけど、フライト歴4年か5年ぐらいだそうです。本日帰っちゃうそうです。今日が最終日。現在北系の風、あ、弱くなっちゃいましたね。これ難しいですね。さあ、セットポジションはどういうポジションをするんでしょうか。手は低めに構えております。風待ち長くなりそうかな。ちょっと今怪しいな。長くなっちゃったな。お、行きそうですね。ほんのり入ってきましたね。ほんのり。ただまだ正確な位置ではないですけど。お、行くんでしょうか。さあ、やや斜めに。で上がってきましたね。スコーンと早かったです。もうかなりプラス4とか5で上がっていってましたね。あれはあの角度は体重軽そうでパワーのあるエンジンで、まあ、その割に反転トルクがあまり大きくなかったなという。ずっとアイドリングで、お、いいですね、いいですね。いい高さで入ってきますね。ワンターンでそこから優しく風上に、お、いいですね、いいですね。ドンピシャリじゃない。最後伸びてくるか、フレアで。おお。ちょっとフレアのかけるタイミングが一歩遅かったですね。お尻ランディング。さあ2本目です。今度は真西の風になりました。全体を映します。入れずにクレーンで行きました。パワーの使い方がお上手です。あ、ちょっとポコポコとなんか来てますね。あの高さまでは大丈夫かな。まだはい、やり直し了解です。はい、了解です。
あんまり建物に近づかないように、そうですね、そのラインでいいですね。ずっとそこから吹き流しに向かって、はい、引いて引いて、お尻の後ろ、お尻の後ろ、あ、引いて引いて、フレアかかってないですよ。